ゲラルト、こっちに来て恥ずかしがらないで。ああ、すまないが、ここに来たのは。自然に話して、ここに来た理由はよくわかってる。みんな待ってるわ、さあこっちよ。こっちに来て、上の階よ。ウィッチャーのゲラルトか。上に行け、ボスが待っている。ゲラルト、来てくれたか。暗殺を企むなら静かな場所を選ぶべきじゃないか。ここなら誰もがヨタ話に花を咲かせてる。気を隠すには無理さ。それにここはそういう話で有名な場所なんだ。バルカはここで反乱の計画を立てた。つまりグリダンク王の殺害もここで企てられたことになる。自分をファルカに例えるつもりか。レダニア史上最も血生臭い偉人だろう。彼女の反乱は歴史を変えた。それが共通点になる。血という意味では俺たちはラドビットの血しか求めていない。手伝う気になってくれてよかった。来るかどうか自信がなかった。ラドビットが生きている限りトリスとイエネファーに危険が及ぶという話には俺も同意する。その通りだ。皆共通の認識を持てたということだな。では本題に移ろうか。俺の仲間のことは知っているな。よしか、なぜここに。お互いに元諜報員だからな。王を守る立場にあったお前が王殺しに手を貸すのか。誇らしいことだとは思っていない。だがこれが一番マシな選択肢だった。ラドビットが自らの目的のため以外に動くことはない。ケイドウェンが助けを求めたとき、奴は信仰を選んだ。俺がビジマの防衛で助力を求めたときは聞く耳を持たなかった。戦争が終わりに近づきつつある。今は最終段階だ。迅速な行動が肝要だ。ラドビットの死なくして自由なテメリアは実現できないと確信してる。どういう意味だ。ラドビッドはテメリアと同盟関係にあるようだ。こちらのゲリラたちが奴に従い奴の軍に協力をしている限りはな。戦争に勝った時、奴がかつての国境線を尊重するとは思えん。奴は北方に帝国を築きたいのだ。つまりその聖ある限りテメリアに自由はない。まあ政治の話をするために呼んだわけではない。ラドビッドはトリスとイエニハーにとって危険な存在だ。お前が気にするのはそこだろ。それで俺に何をしろと言うんだ。仲間の一人が情報提供者に会いに行ったきり戻ってこない。だが計画の成功はそこで得た情報にかかっている。そいつを見つけたいのだが、お前ほど優れた追跡者はいない。追跡者か、笑えるな。他に情報は。例えばそいつを最後に確認した場所は。そいつはあちこちを旅する靴屋のふりをして移動していた。ポンターの向こうに行こうとしていたからレダニアの検問所を通ったはずだ。もっと詳しい男が向こうにいる。グレゴールという男だ。レダニア王を暗殺するのにレダニア兵を仲間にしたのか。そこからもわかるだろう。レダニア人にも耐えられない連中がいるんだ。一階の兵士が異常を感じ始めているなら、それはもう行動を起こす時だ。よし、グレゴールと話してこよう。助かる。なるべく目立たないようにしてくれ。できるだけな。忘れるな、この任務には未来がかかってる。テメリアの未来、そして北方の未来が。分かってる。しくじらないようにする。またな。頼りにしてるぞ、ゲラルト。入ってくるところを見られてないだろう。公爵夫人とお前の手下以外には見られていないが。違う、外でのことだ。大丈夫だ。どうした、随分神経質だ。神経質になってるわけじゃない、用心してるだけだ。世界中探してもこんな体は他にいないの。用心してる。銀行を待つためにしばらく歩き回ってきた。見たことあるな。お前と同じくらい情報員として活動していたんだろう。
グレゴールを探している。俺のことだ。お前は？リビアのゲラルトだ。ディクストラに言われてきた。誰かが来るのを待っていたんだ。少し歩こう。爪書の飾り付けだが、なかなかのものだな。寛大で慈悲深き統治者、良き王のご命令だ。彼らの罪は？右側は近くの村の祈祷師だ。誰かに誤った助言をして、その仲間に密告された。左側は近隣住民の恨みを買って、魔術を使ったと非難された。人間同士のいがみ合いだな。ラドビッドのせいってわけじゃない。ああ、だがそんな罪で首を吊られる法律を制定したのは誰だ？王への敬意は完全に失ったようだな。ならばなぜまだ奴に仕えているんだ？他にどうしろと？俺はレダニア人だ。ここを逃げ出すつもりはない。それに軍に入ったのはビジミルが王位についていた時だった。優れた王だったよ。賢明で公正だった。ラドビッドは違う。奴の頭には戦争しかない。レダニアの未来はそれじゃいけない。話をしよう。俺が来た理由は分かっているんだ。靴屋のことだな。ああ、確かにここを通った。だが戻っては来なかった。巡回兵によれば、道からかなり離れたところに荷車が捨ててあったらしい。奴のものか確認しに行こうと思っていたが、行けなかった。助かる。最初の手がかりとしては十分だ。またな。待て、通行証は持っているか？なければ戻って来られなくなるぞ。ああ、持っている。よし、通れ。感謝する。またな。荷車は無傷のようだ。ここにあった形跡は誰かが気絶させられて引きずられた。この持ち主はどこだろう。実は何をしてるんだ。いや、リッチどこか行け。靴拾った。それはわかる。どうやって靴がここまで来たのかを知りたいだけだ。靴生えた。木の子と同じ。靴は地面からいきなり生えてこない。それを置いていったやつを見てないか。ログ離さない。オッグとポッグ怒る。オッグとポッグ、それはお前の友達か？見つける。うまい。オッグポッグ、人間見つける。大きい靴の荷車。靴大きい。
その人間はどうした？オグポグ、男を洞窟連れてく。あっち。食べたのか？いや、骨みたい男、硬い。オグは男の靴作る。オグポグロックのため。靴なんていらんだろう。人間の靴欲しい。オグもポグもロックも大きいトロール。人間同じ。それじゃあな。近くにトロールの洞窟がある。ザラか。トロールにおかしな言葉を教え込むのはお前くらいのものだ。ゲラルト、おいおい、何年ぶりだ。これ誰？落ち着け、オッグ。こいつは俺の古い友人だ。友達、消えろ。じゃなきゃスープ投げ込む。ひどく筋張った肉になると思うかな。確かにその通りだ。こいつを見てみろ。骨と皮しかない。さて、優しいトロールよ。旅の続きに行かせてくれ。教えたことを練習しておくんだぞ。今度試験を受けさせてやるからな、このクソ野郎。ザラ、行かない。ザラ、座る。ケツ落ち着け。ザラ、作る。クソ靴。友達になったんだな。だがザラは連れて行かなくてはならない。クソ、ザラ行かない。ザラ、靴作る。だがそいつが必要なんだ。ザラ、ここ残る。お前、靴持ってる。オグない、靴。ログない、ポグない。ザラ、靴作る。ザラ、行く。まあ落ち着け。ザラは戻ってくる。ただ俺と一緒に、そう、ああ、その靴のための皮を取ってくるんだ。ゲラルトの言うことを聞け。クソ、本当のことだ。自分の足を見てみろ。クソでかい足をしやがって。大量の皮がなきゃ靴はできない。わかるか。俺とゲラルトは皮を取ってくれ。そうしたらお前の靴を作ってやる。僕の靴、ロックの靴。お前らバカどもにはそれぞれ2足ずつやる。ザラ行く。でも戻る、絶対。分かってくれると思ってた。じっとしてろ、すぐ戻る。認めざるを得ない。お前はトロールの扱いがうまい。子供を産むとは思ったことない。子供とトロールは違う。それにウィッチャーは子を産めない。全然変わってないな。相変わらず冗談の通じない野郎だ。
しばらくだな。どうしてた？ニルフガードのクソ野郎どもにテメリアの諜報部を解体されちまったのさ。命からがら逃げ延びたが、以降は肝臓が悲鳴を上げるまで叫びたりだ。今は何を？草の根活動さ。周辺を探索し、人から話を聞き、情報を集め、新しい諜報員を雇ってる。調子はどうだ？ハムシみたいな毎日だ。波風を立てず、面倒を避けて、ジャガイモをつついて生きるのさ。じゃあな。ああ、また会おう。ではな。助かったよゲラルト。ここからは俺一人で大丈夫だ。ロッシュとディクストラにはお前がオッグたちをうまく騙した話をしておこう。やつらきっと驚きすぎてクソを漏らすだろうな。それでこれからどうするんだ？どういう意味だ？ノビグラドに戻るに決まってるだろう。ディクストラとロッシュと計画を実行する。もう一度聞くが、詳細は？許してくれ、言えないんだ。分かってくれ、俺一人の問題なら今堂々と話すだろう。お前は俺の知る他の誰よりも信頼できる。だが一人じゃない、一方的に決定するわけにはいかないんだ。すまないが、この話はできない。そうか、分かった。ビジマの密売人がどうしてクセヤになったんだ？一番怪しまれない職業を選んだんだ。密売人の偽装はダメだな。いろんなやつを怒らせることになっちまった。目立ちたくないのにな。宿屋の主人も考えたんだ。いろんなやつに会えるだろう。ほとんどはただのバカだが、何でも話したがる。問題は鎖をつけられた犬みたいにいつも同じ場所にいなきゃならないことだ。靴屋ならどこにでも行けるな。本当だぞこの転がる素敵な店だって自分で作った。なかなかだ。そうしたら大成功だ。戦争が始まってこいつで大儲けした。あの制服を着たバカどもはいつも更新してる。やつらのクソみたいなブーツがダメになるとどうなるかわかるか？足から血が出て豆になる。どの兵士だって履き心地のいいブーツのためなら母親だって売り上がる。またなザラ、幸運を祈る。なあ、祈ってもらえると助かる。ラドビットはずる賢い野郎だからな。だが、やつの裏を書いてやる。もうすぐ北方の連中はみんなあいつのやられっぷりの話で盛り上がることになる。三人の暗殺者が八つ裂きにされたって話にならないように気をつけろよ。恐れることはない。自分たちが何をしてるかは分かってるよ。じゃあな。